僕は突っ張ります。なるほど、大丈夫。もっと本来抜けるはずなんですよ。本当ですか、結構これしんどい、ね、これだと真上が見えないはずなんですよ。目で見える感じで、あ確かに、これ比較的ね。でも私首横にするとボキボキって言うんですよ、うん、ちょっと右の方が曲がりにくいかな、うん、確かに、ね、こっちの方がこっち多分ちょっと突っ張り気味かもしれない、ね、あなるほど、うん、まあこれはね曲がる、うん、180度以上こっち曲がんないね、体がいいんで、ね、嘘、いいよ、ちょっと右が曲がりにくいかな、左の方が曲がりやすいんで。本当だ。首は肩と連動してます、はい、なのでまあ肩の状態をまず見ます、はい、やっぱり右が上がってますよ、ね、肩のね、本当ですか、うん、前に出るとこ突っ張ってるってこと、なるほど、引っ張られてるってことなんで横に曲がりにくい、うんうんうん、でまずちょっと首の状態をチェックします、やっぱり右の方が張ってる、うん、この辺すごいよね、頸椎の3番、4番ぐらい、はい、こっち首の、ね、ここ乳突筋、胸鎖乳突筋ってやつ、ここ鎖骨の下通ってこう胸の方、これも前を支えてる筋肉で首の前側をね支えてます、これのチェックをします、で指でこう顎の顎関節に近いところかな、なるほど、うん、からこう出てます、これをこう下に伸ばすような感じ、あ 手にギュってくる、うん、腕にくる、ビリビリきます、うん、あ親指の方までビリビリくる、これすごいですね、これが張ると特に首を上に持ち上げにくいと左右に曲げづらいです、うん、はい、あと口が開きにくい、あでも私顎関節はちょっと弱いんですよ、うん、あそこら辺痛いわ、腕がね、うんうん、ちょうどここ鎖骨の下みたいな、そうそこのね鎖骨の下って痛いなってずっと思ってたんですよ自分で、それはそれかその始まりのところか腱があるんです、そう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 、肩首の付け根しっかりですね、この肩甲骨のね、向きは少し伸びます。痛い。痛い。こういうのね。痛い。このとこ痛いね。痛い。痛い。でもそこ、いい感じ。それは痛いわ。これはね、肩甲骨の上角の部分ですね。はいはいはい。で、ここって、こうね、いろんな筋肉がここで重なり合ってるんです。背中の筋肉、ね、はい、首からの筋肉、肩からの筋肉、ここで全部合わさってるんです。なるほど。いろんな筋肉。盆の窪のところからグーッ、おーおーおー、最後ね、わーすごいパコって言ってた、痛いよ、すごい効く感じ、痛い、はい、どうぞ、じゃあ反対いきます、痛い
最後。待て。じゃあもう一回ここ緩めます。これね、痛さが違うはず。あ、そうそう、そこが痛かったんです。うん、痛くないです。あ、全然痛くないです。ここで、はい、これで終わらないです。もうちょっと頑張りましょう。ここでこの支点のとこ、鎖骨にちょっと張り付いてます。ここをちょっと指を入れる感じで、落としてみます。あ、痛い、腕が痛い。鎖骨が痛いわけじゃない。もう完全にこれ腕が痛いです。腕に来てるでしょ、うんね、いきなりやったら、ただ多分飛び上がるぐらい痛いですよね、これ。拷問ですよね、うん、いじめになって。あ、すごい、すごい。なんかどこって言ったんだよ、手の内側の方にビリビリ吹いてる。くれぐれもこれいきなりやんないの。いやー、そんな気がする。 ある程度こう筋肉緩んでから。そこのね、その今押してる何強さ乳突筋がもう今ね、ちょうど下なんです。これが強さ、その下の。これ何、これ何、すごい痛い。痛い。よし、よし、よし。じゃあ前、まず前ですね。あー、嘘、本当だ。違うでしょ、ほら上向くでしょ。本当だ、はい、真上に向く。真上、ほぼほぼ90度近く向く。来たよ、80度以上。あ、確かに見えるでしょ、うん、はい、こっち。あ、本当だ、体が全然引っ張らない。引っ張らないでしょ、うん、本当、うん、そんな感じ。すごい。骨盤先生の体メンテ、そして系列店舗のご紹介です。神奈川県の新横浜鶴見、愛知県の稲沢にお店があります。ご来店お待ちしております。また生態の知識をもとにオリジナル商品の開発販売もしております。ネットショップもぜひご覧ください。動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。